ゴールキーパー笠原、後ろ4枚茂木、市原、浦上、下口、中盤3列目に石川と小島、2列目に中野、アルトゥール、シルバ、泉、最前線杉本と入っています。 4-2-3-1 のフォーメーションです。ゴールキーパーは大久保で変わりません。で後ろ4枚は総督会、宮市、深津、佐古、小暮、中盤に足立、新座と豊田、3トップ、オタボー、ケネス、佐藤、キリと入っています。 4-1-2-3 のフォーメーションです。泉のキック、いいボール、ヘディング、わずかに枠の外逸れていきました。ただスライディングで縦パスは許しませんでした。豊田から前線へ、さあチャンス、佐藤が来た、佐藤のシュート、力は乗っていました佐藤美優です。柔らかい軌道で杉本へ、こぼれ、アルトゥル・シルバ、右足は触れず粘ってドッジボール、アルトゥル・シルバパスにした、モテギ打つ、サイドネット、なんでボールをくれなかったんだという杉本健雄です。さあ泉、下口は外を回ろうとしています。使ったのは小島、小島入れてくる、中3人待ってましたが詰めることはできませんでした。石川から縦パス入った、さあ杉本前を向く、下口抜ける動きで外を開けて泉が振る、泉が打つ、ポスト、こぼれている、セカンドボールをプッシュできませんでした泉、ただいい形でした。キッカー豊田、中央へヘディング、ここも際どいシーンを作ってきました。ずっと深津がターゲットになってます。ここも頭一つ高く叩けて、中にターンした杉本健雄、ワンタッチがありました、コーナーキックです。ファウルなし、アルトゥルシーバー、中野、中野が左足だ、ポストわずかにき、サイドを変えるボール、宮市ワンタッチ、さあチャンス、オタボー、オタボー、松、泉が突破、ここから横に刺す、来たぞ下口だ、強いシュートにはなりませんでした。ただここもまた決定機、ルーズボールを市原、いいボールが飛んでくる、走った泉、中の上がりを待ちます、泉、泉打つ、股を閉じました大久保、カットインからニアを抜こうとしました、小島を使います、小島遠くを見ました、ここに泉沢、中身のクロスが入ってくる、杉本ヘディング、エースの一発、85分大宮先生、ようやくネットを揺らしました、エースがそこに待っていました。そして杉本のゴールパフォーマンスで市原が寄っていきました。戻りオフサイドなし、クロス上がった、拾い直す、抜けてきました、切り返す、シュート、きた、89分追加点、
藤井和志で2対0です。リーグ戦7試合ぶりのゴール、藤井に久々の得点が巡ってきました。ゴール前冷静でした。相手を切り返して外してのフィニッシュワーク、そのシーンです。試合が終わりました。終盤の2得点で大宮勝利。杉本健也は今日も決勝ゴールです。明治安田 J3 リーグ第19節、大宮アルディージャ対岩手グルージャ盛岡の一戦、90分終了2対0、ホームチーム大宮が勝利をしています。